永瀬麻衣です。アンファッションカルチーです。中学2年生の時にクラスティみたいなのをデザインする時があって、ちょうど美術部だったので担当の先生に作ったらって言われて、でデザインしたら意外と楽しくて、そこからファッションの道に進みました。シャネルとかロエベとか独創的な形が結構好きです。タイトルはグローです。一番見てほしいところは袖のボコボコした形のところで、クリームパンを見て赤ちゃんの手を浮かべて、いろんなパッチワークとかもつけて、いろいろな刺激を受けながらも成長していく形を植物とかにも見立ててデザインしました。自分の中で出そうと思ったコンテストがこれが最後だったので、本当に制作ってこの AFC しかなかったので、ここで頑張ってグランプリ取って友達に自慢しようと思って応募しました。取れると思いたいですけど、でも2人ともすごくいいデザインだし面白いので頑張らなきゃなと思ってます。いつもやってる高校のやり方とは全然違うやり方なので面白いなと思ったし、いろいろと先生方にも教えてもらえたので楽しかったです。卒業してからはいろんなブランドの方で修行して、ゆくゆくは自分のブランドを作ってファッションを発信していきたいなと思ってます。佐藤ひむりです。岡山南高等学校から来ました。もともとファッションは好きだったんですけど、高校になってから服飾の学科に入ってより一層ファッションの楽しさとかに気づけて、そこからそういう道に行くようになりました。学校に案内が貼ってあって興味があったから応募しました。タイトルはネオジャポニズムです。コンセプトは日本らしさにスポーティブな要素を加えることで新しい日本のスタイルを作るというコンセプトです。今までに見たことがあるような新しさを感じ取ってもらえたら嬉しいです。先輩とか先生の方がすごい親身になってこう一緒に作業してくれて、すごいやりやすかったです。最終的にはファッションデザイナーになりたいです。柴田凜美です。パンタンデザイン研究所高等部2年です。洋服が前から好きだったから、女の子らしいフリフリが入ってる服とかが好きです。なんか変わりました最近。去年学校でコンテストのことを知って、去年は全然だったんですけど今年も出そうと思いました。趣味を始めるっていうタイトルなんですけど、趣味を始めるの趣味は釣りなんですけど、釣りっぽいスタイリングなんだけど生地とか釣りじゃないのを使ってて、初心の気持ちみたいなのを表せるようにしました。フィッシングベストの細かいディティールとか見てほしいです。目標はエンターテインメント系の方々の衣装とかしたいです。